こんにちは、イヤホイです。最近マジの調子がおかしくて、アクセルひねってなくても勝手に進んだり、信号待ちでエンストしたりするようになってきたんですよ。整備状況と症状的に今回は駆動系の点検をしてみることにしました。というわけでまずはクランクケース開けていきます。ロンホイしてるんでこのまま開けれますけども、ロンホイしてないバイクは横のサイドカバー開けないとクランクケースにアクセスできないかもしれません。で、症状なんですけども、普通に走ってる時は問題ないんですけども、停車時にパソンパソンパソンって言ったり、すごい後ろから突き上げられるような、前に進むような力を感じてエンストを起こしたりするんですよ。で、一応キャブのオーバーホールとか給排気点火系は一通りやってるんで、クラッチスプリングでもへたってきて停車中にクラッチがつながってエンジン止まったりとか、そういうパターンちゃうかなということで今回は上げていきます。駆動系のフィルターめっちゃ汚いですね。それでは作業していきます。